スキーを結構滑ったりコブやったり、まあ、高速で滑ったりすると腰がすごい張っちゃうと思うんですね。まあ、腰痛になったりぎっくりしになったり、まあ、その時はどういうことをするかっていうと、まずはこの腸腰筋ですよね、太ももの前がかなり張っちゃうん でスキーって足引き上げたりする動き主に腸腰筋でやるんですけど、ここが張ってくるとどうしても張ってきて太くなって短くなってきたりすると、その付け根が腰の腰椎に主にくっついてるんで、そこを引っ張られて腰が痛くなるんで、腰が痛くなったらまず太ももの前をしっかり伸ばす。でプラスして外から来る外力を受け止めたりするんで、やっぱり太ももの横とか内側とかも張ってきちゃうんで、しっかりと太ももの前、横、あとハムですね、後ろをしっかりまず伸ばすっていうことが重要なのかなと思います。腰に痛みが出てきたりすると背中とかその患部だけをリカバリーしようとしちゃうんで、そうすると案外原因がのところが治らないんで、なかなか痛みとか張りが引けないんで、まず多分スキーの場合は足が張っちゃうんで、足が張って引っ張られて腰が痛くなるっていうパターンが多いんで、まずは腰痛くなったら太ももの前、横、後ろを徹底的に、伸ばしていく、リカバリーしていくっていうのが重要かなと思います。もちろん前傾姿勢をキープするときにハイキングもかなり使うんで、背中もかなり張るんで、太ももと背中のリカバリーが重要かなと思います。案外アブローラーとかやって腹筋が筋肉痛になってても、滑ってる時って筋肉痛わからないんですよ、腹筋のぐらい。あんまり腹筋群はそんなに使ってないけど、背筋群はかなり使うと思うんで、まあ、背中をしっかりストレッチしてくるっていうのが結構重要かなと思います。背中腰に痛みが出てきたら、まずは太もも、そして重点的に背中を伸ばすっていうのが重要かなと思います。背中の筋肉って硬くて、例えば衝撃受けるときに背中丸めて衝撃受けましょうっていうぐらい背中の筋肉は厚くて大きいんで、そこをしっかりと伸ばしていく、張ってきたら伸ばすっていうのが重要かなと思います。はい、もし体が張ってきてこうショートやったりコビやったりして、背中腰がやばいなと思ったら、背中腰だけを重点的にやるんじゃなく、まずはしっかりと太もも前、横、後ろをしっかりリカバリーしていって、そして背中ですね、背中をしっかり可動域を出すっていうのが重要かなと思います。なんで僕はこれぐらいしつこく太もも前をねやるんで、太もも前なかなかほぐれないんで、もうこれは痛い時はずっとやるぐらいの感じでも全然いいと思います。ぜひぜひ滑りすぎて腰背中痛くなったら、太もも前背中をしっかりリカバリーしてください。